さあそれでは、続いての対決いきましょう。タイツ部門11月の作品です。どうぞ。プロゴルファー玲子はもう弾に火つけて敵やっつけてましたよねさあこれもいわゆる回転系でございます。正面に向いて形が仕上がるはずでございます。んそう、さあさあさあ、これシンプルでございますが、思い出した方いるんじゃないですか、これ。何これ。はい、これね、あったあったというね、これ答え見てください、まんまですから。あ、もう思い出した方いますね。はい、そういうことです。飾ってある日本刀でございますやっぱ表情もなんかこの凛々しくね。いや確かに堂々としてるんですよ。侍感あるな、ね、やっぱ危ない危ないっていうねすごい、いいですね。あこれは立派な刀なんでしょうね。いやでもそうですね、うん、なんだろう、すごい知る前からなんかやっぱ、はい、おごそかな感じだなと思いました。なってました、はい、ちょっとねそこなんですよね。作品にこう魂がちゃんと宿っているというかね、うん、やっぱもう今ね、うん、刀剣男子大好きな女子とかも、はいはいはい、これもうたまらないね。たまらないですね、はい、あれが一体誰の何の刀だなんていうのをね、はい、考察していただきたいなと思いますけどね、うん、本当ですよ。ちょっとね熱くなってしまいましたさあという日本刀に対しまして、続いては6月の作品です、うん、どうぞ。9月、ん、はい、あこれはなんとなく覚えてる方多いと思いますこれは色味的に ね色味はなんかすごく、はい、分かりやすいとは思います。既視感ありますが、はい、あもう早速ねコメントも来つつですが、うん、あ色でわかるとか ね、 そうなんですよ。ディズニーのねあいつみたいな言われ方してますが、うん、一体これが何なのか、うん、そうね気になるところもありますからさあテナガプーさんというね、もちろん知ってるもののはずだったんですけども答えが出た瞬間知らないやつだったっていうね。やっぱそうだったんだ、うん、気になってたんだよなおかしいなと思った。どう見てもバランスやっぱおかしいですもんね、うん、長いなへ、あ縮んできて、あ、ね、あ伸びた、はい、まあでもこういうねちゃっぽこさんなりのユーモアを入れつつの作品で、うん、でももう色合い的に皆さんねほとんどが分かってたというね。やっぱ色味強いですね、分かりやすかったですね。あんな綺麗にまんまの色のタイツがね、うんうん、はい、さあということでございますので、よかったと思う方どちらかに投票お願いします、うん、どうぞ。こんなポップなものと日本刀が戦うというね、うん、もうここはプーさんでいいですね。手長の部分は一旦いや一旦ねなしで、もう日本刀とプーさんの戦いでございます、ね、なんかでもプーさんは、はい、なんかあ分かった完結した、うん、でも一個モヤモヤって言って、はいはい、スタッフロール流れて、はい、名店せずに C パートあったみたいなあの感じです。なんかもう一回ひっくり返ったみたいな。いやそうですね、はい、やっぱ気になってたあそこ、やっぱりそういうことかっていうねそうですね、うん、すごかったな、よかったですからね、うん、さあそれじゃ見ましょうかね、はい、どちらになったのか迷ってる方も投票お願いします。参りましょう。5、4、3、2、1、どっち。あー僅差、あーそうか、プーさんが 54.5 で勝ち上がったという。うわーいい勝負、うわいい勝負ですわ。いや日本刀負けましたか。いやこれめちゃくちゃ良かったですけど ね、 ね日本刀ちょっと1回戦で負けるっていうのがやっぱりちょっとこう信じられないな。いやトーナメントって酷です ね2大会っていうのはこういうことになるんですよね、うん、はあ、いや